今から連帯挨拶に移らせていただきます。まずはじめに国民安保法制婚メンバーの伊藤誠弁護士からお願いいたします。皆さんこんにちは。大勢集まっていただきました。なんとしてもこの清掃法案葬り去りましょう。最近憲法って何のためにあるんですか。時々子供に聞かれます。民法という法律や刑法という法律が必要なことは分かるんだけど、憲法って何のためにあるんですか。よく聞かれるんですよ。それは安倍政権に戦争させないためにあるんですよ。二度と日本戦争する国にならないようにするためにあるんですよ。私たちが自由で平和な国で生活できるようにするためにあるんですよ。そう子どもたちに話をしています。私たちは憲法を自分たちの意思で作りました。2つの目的を掲げています。1つは日本中が自由な国で、私たちが自由に生きられる、そういう国になるために、マスコミも私たちも好きなことが言えて政府を批判したりする、そんなことに萎縮しないで済むような、そういう自由な国であるために憲法を作りました。これが一つ目。もう一つ、政府に二度と戦争させない、そのために私たちは憲法を作ったんです。二度と政府に戦争させないこと、これは私たちが国民の意思で、私たちの意思で戦争させない、そのために憲法を作ったんです。政治家が憲法の番人は最高裁判所だ、学者じゃない、そんなことを言った政治家がいました。憲法の番人は最高裁判所、いやいや憲法の番人は私たち国民なんです。私たち国民が声を上げて憲法を彼らに守らせて、しっかりと自由と平和、二度と戦争しない国、これを守っていきましょう。今私たちはどういう国でどういう生活をしたいのか、私たち自身が問われています。憲法というのは私たちがどういう生き方をしたいのか、私たち自身の生き方が今問われています。今声を上げないでいつ声を上げるんですか。この戦争法案葬り去るために最後の最後まで大きな声を上げて頑張りましょう。どうもありがとうございました。あ、そうだ、最後に一言、あの私子供向けにあなたこそ宝物という絵本書きました。すいません宣伝しちゃって。ぜひ子どもたちに今の憲法の素晴らしさ、平和憲法の素晴らしさを絵本を通じて教えていただけたら嬉しいなと思います。あなたこそ宝物、よろしくお願いします。今どうもありがとうございました。